これ私リンドウさんに直接言ったかわかんないんだけど、リンドウさんってなんか精神が巨乳なんだよね。なんか体格はちっちゃいじゃないですか。やっぱあのすごいご長寿な方ではいらっしゃるんだけど、ご長寿でいて体格は小さい。でもなんか精神が巨乳なんですよ。だからリンドウさんってどんどんなんか実際それに伴ってきてる感じがするのね。そのやっぱり新衣装とか着るたびにどんどんなんか伴って巨乳になっていってる気がするので、私が逆で衣装が変わるたびにおっぱいが小さくなっていくっていう、私はリンドウさんと真逆で精神が貧乳なんじゃないかっていう。別に私はそれをねなんかどうこう言うつもりはないんです。特にコンプレックスであるとかそういうわけではないんだけど、なんか精神が貧乳っていうのはだんだんなんかそのね、なんか身に染みてきたなって、私ってそうなんだって思ってきて、メンタル貧乳はね、そうそう、そういう感じなんですよ。精神が巨乳というパワーワード、わらわが精神が巨乳でミトが精神が貧乳っていう話になったね。わかんない、精神が巨乳って自分に巨乳貧乳の感覚ないんじゃけど、わらわはね可変式だからな。その精神が巨乳貧乳ってあるわけじゃけどさ、それってさおの子にも言える話なの？だって精神の話だからさ、実際の父がさ貧乳だとしても巨乳の精神持ってる民はいるわけじゃん。ちょっとおの子の民も含めてさ、自分が貧乳だと思うのか巨乳だと思うのかさ、コメントに書いてみてよみんな。あれなんか貧乳が多い、なんか貧乳多い、なんでなんで貧乳多いんだ。へえー、おもろいな、こんなに貧乳多いと思ってなかった。じゃあ逆にわらはどんぐらいの精神巨乳なんだろう、ミトに聞けばよかった、どんぐらいってどんぐらいの精神巨乳なのか教えてよ心の大きさ、いやそんなことじゃない気がするな、キャラクター性みたいな部分である気がする。なんか心の広さっていうとまた違う気がする。それは心広い小さい、ん狭い広いだけでよくない？精神巨乳はまたいろんな別の意味が含まれている気がするよ。母性父性、なるほどな。確かにね、わらはミトのことを半分子供だと思ってるのかもしれない、わらわの一緒におるときにさ、ちょっとなんか肌寒い気温とかだとさ、あ凍えてしまうじゃろうなと思って、わらはもうあの寒くないからさ、こらって言って上着かぶせちゃうもんね。他の人にはわりかしやっちゃう。いやわらはね、本当にわらわの世話焼きすぎる部分が度が過ぎてないかが定期的に心配になっちゃうんじゃよね。わらはちょっとこれは世話焼きすぎか、うーんそうか、ちょっとおせっかいかってなっちゃうちょっと悩むよね、そこら辺の塩梅って難しい。ダメ人間製造機、あーダメな人の子らを製造してしまう、ギーカタギーカタギーカタ、この速度でダメな人の子らを生み出し続けるいや生み出してるつもりないんじゃけどね。まあまあ服脱いで、あお洋服なんてぬ脱ぐわけないじゃろ、ぬ脱ぐわけ、ああ脱ぐわけないのに、わらわは全然脱ぎたくないのに、ああやめろ、脱いじゃったじゃろが催眠術師